どうも。なんか携帯の電源が急に落ちたわ。今日は2018年の12月2日、朝の6時53分です。いや寒っ。なんかパツッと落ちたね。朝何食うか。オリジン弁当かな。はい、ハピネスというワードツー、おはよう。ハピネス、おはよう。なんか新宿にアップルショップできたって本当？今新宿にアップルショップできたらしいよね。どこら辺できたんだろう。今日行ってみようかな。おはよう。お気楽屋さんいらっしゃい。もうめちゃめちゃ寒いね。今日えぐい。めちゃくちゃ寒いよ。びっくりするよ、ちょっと。静岡より全然寒い。高いんだね。いいよね、伊豆は。のどかでさ。ちょっとアクセスが悪いのがたまに傷だけど、だからいいんだよな、逆に言ったら。
だからこう、いいんだよ。アクセスがないから、田舎の時間が止まってる感じがいいんだよ。アクセスいいと熱海みたいに発展しちゃうからね。そうそうなんだよね。だからああいう秘境感というか、わさび買ったんだよな。伊豆のわさびと茶そば買ってあるから茹でて食いたいな。だから天ぷら買ってから買おう。あと3年もしたら伊豆に戻るけど、ね、あ、そうなんだ。いいと思うよ。ああいう人間らしく生きれる場所で生きた方がいいと思う。今どの辺に住んでんの、大喜楽屋さん。都内。ああいう人と人との血の通った場所がいい。今は多摩川沿い。多摩沿いか。もうあれだな、人生最後を迎える場所を選んでおかないとな。新宿で死にたかねえな。お気楽屋さん中の清家ね。ごめん、どういうことだろう。な、何教養がないから分かんねえわ。スタバはやってないか。スーパーで天ぷら売ってたら天ぷらそばにしようかな。ラブ君さん、おはようでごわす。ついの住みか。あー、最後すみかイコール最後に過ごす場所、ついの住みかって言うんだ。のラブ君、おはようごわす。今日機嫌良さそうだな。おはよう。今日も一日楽しく過ごそう。お気楽屋さん、これから帰宅？うん、ちょっとね、カメラいろいろ新しい設定試そうと思って、いろいろテスト撮影って感じかな。今日は本腰で撮るつもりじゃなかったからいいの。カメラの性能のチェックと、まあ、ホコリが気づいただけでよかった。センサーのホコリで、今日本番だったから、カメラマン初仕事だからね。いや、期待、自分としても頑張らないとと思って、いい写真が撮れるようにならないとね。頑張ります。天ぷら売ってるかな。天ぷら見てみる。この時間天ぷら売ってねえか。売ってら。売ってないよな。天ぷら売ってなかったわ。さみ。
何食おうかな。朝マックにする？朝マックかな。朝マックにするか。朝マックかオリジン弁当か。どっちかな。ジャンクか弁当か。グラコロあんのか。朝はグラコロないか。テキサスマフィンって出たの。マックにするわ。クーポン番号722で。722で。はい。アメリカン。はい、ありがとうございます。はい、722。お飲み物いかがなさいますか。はい。シェイクって今ですか、あるんですか。あるんですけれども、はい、セッターと対象、朝はですね、対象外となります。あ、そうなんだ。単品だったらご注文いただけるんですけれども。あ、なるほど。はい、申し訳ありません。おー、どうぞ。はい、朝のセットのドリンクですと、こちらからのご選択になります。はい、通常のテキサスだと550円なんですか。あ、そうですね。あ、じゃあこれクーポン使わないで、はい、これで あの普通のでシェイクにできますか。あ、セットができないってこと。あ、そうですね。朝のセットが対象外、うん、なるほどなるほど。昼のセットだったらできるんですけど。なるほど。じゃあ、コーラとセットを、はい、あのクーポンのコーラにして、はい、コーラにして、で単品でシェイクに。いや、単シェイク大丈夫です。許す。で、ソーセージマフィンの単品1つ。あ、ソーセージエッグの方にですか。それとも普通の、普通のソーセージマフィンの方で。はい、はい、それではお願いします。はい、お召し上がりでよろしいですか。いや、持って帰ります。はい、お待たせしました。セットと単品のソーセージマフィンで600円でございます。はい、すみません、君の表カウンターの方が1100円をお預かりします。500円のお返しでございます。はい、赤いモニターの前で。はい、360円します。はい。
はい、マック買ったわ。今日の朝飯マック、今日は雲がすごいな。雲がすごい。足いて、お、マリルボン、おはよう。いや、もう行かないよ。今日カメラのテストでお散歩してた。夕方だもん、今日。夕方より前に入るけどね。リハの段階で入るから。ただいまー。おはよう。演者としての流れもやっぱプロの流れも見たいじゃん。どういうリハーサルやるとか、どういう感じでやるとか勉強になるから、そこも見ようと思って。買い出しじゃない、カメラのね、撮影の練習行ってた。で、帰りに、まあ結局何も撮れなかったんだけど、今日はカメラは、あの、ご飯買って帰ってきた。延長しまーす。マリルボーンは北郷さんのライブよく行くの？もう何回ぐらい行ってんの？あのね、ダンカン塾の最新版のアップロードね、多分ね、あの週明けだと思う。週明け
週明けですね。おはよう、みすけ。おはよう。昨日、キツネ枠やってたら、みすけはガチっぽいぜっていうコメントあったよ。くっそ笑ったんだけど。だから俺はそれは当たってると思うって言っといた。みんな気づいてたっつって。俺もみーすけは俺に惚れてると思うっつって。超面白い。あいつらも情報の湾曲とかさ、話を聞かない能力すごいよね。頭の中どうなってんだと思うもんね。ドイってなんだよ。首都圏ないの？マリルボン。どの辺なの？首都圏ないんだ。何県？広島か。広島で熊本ライブ行ったんだ。それは無理だわ。え、それでこの前の新宿のやつも行ったの？すげえな。ガチガチの追っかけじゃん。てか今追っかけって少ないよね。昔ってさ、必ず追っかけ、何かの追っかけやってる人いたもんね、身近に。俺の母親すごかったよ。俺の母親、夏川りみの追っかけ。夏川りみの追っかけでしょ？高橋克典の追っかけでしょ？あと何やってたかな？あと、とにかくいろんなの、トミー・フェイブラリーとか追っかけてたよ。母親ね、3年おきに何か追っかけるんだよ。な、俺の母ちゃんとか絶対配信、時代が違ってたら配信のリスナーになってたと思うもん。
うん、あ決まってるよねお客さんね。うん、もう固定だよね。わかるわかる。たけしさんのあのファンの人は本当に質がいい。びっくりするもん。リスナーの質がいいっていうか客層がめちゃめちゃいいの。そのよく話題になってんだけど、本当にヤバいネタとか舞台で言ってこれツイートしたらダメだよって、2000人単位でいるのに誰もツイートしないの。本当に客層いい。まあ、炎上しないんだよね。配信者のイベントなんか絶対言ったらダメだよっつってんのに全員ツイートするから。写真撮影禁止だよって言っても写真撮るからね。すごいよ。やっぱダンカンさんとかさ、北郷さんにたけしさんの芸人論みたいなの聞かされるのめちゃくちゃすごいね。もうレジェンド。なんかなるべくしてあのポジションになってるっていうのがよくわかる。へえ、薬味さん？薬味さんって誰だろう。今日絶対出るんだ。もうファンだとシークレット出演もわかるんだ。でもさ、あのたけし軍団のつながりほんとすごいなと思うのが、事前告知なしでダンカンさんとか来るじゃん。何今日ライブあんの、じゃあ出るよっていうノリが良くない。あれ絶対ありえないじゃん他の芸人さんだと。本当に北郷さんとダンカンさんとかの関係でダンカンさんのライブそのメンバーのリストとかに入ってないのにダンカンさん普通に来るからね。なんなら40分ぐらい喋るからね。すごいよね。ファンからするとめちゃめちゃ嬉しいでしょ。タップね。
バーガーありがとう。俺今3つ靴持ってんだけど全部コンバース、全部オールスター、うん、履いてるよ。俺もうオールスターしか履かない。オールスターが一番ね、デザインが好きなフォルムが。本当のこと言うと足に合ってないんだけど、俺なんか扁平足だからね、なんかこうつま先トーのところがこうキュッてなってるじゃん、こうペタって広がってるから足に合ってないんだけど、デザインが好きな、綺麗な履いた時の足の感じが好きなんだよ。スニーカーはもうコンバース一択だね俺は。なんか他のスニーカー履こうと思わない。あ、革靴はあるのよ。革靴は絶対にもう俺はこれを履きこなしたいっていうのある。だけどスニーカーだったらもうコンバース一択だよなっていう感じかな。ある。だからそのなんつうの、俺の中で普段なんつうの、最強装備、ロトの装備と通常装備みたいので分けてる。でバージョンアップさせていこうみたいな。リーバイス履いてるよ、うん、っていうかリーバイスしか履いてない。もう全部捨てた、リーバイス以外。パンツはリーバイスだよ。リーバイスの前はユニクロだった。だユニクロのデザイナー本当に優秀で、ユニクロのジーパンいいって言われてんだよ。デザインは本当に力入れてんのユニクロは。だけど俺は綿100じゃないと嫌だから、要はポリエステル入ってるのダメ。デザインがどんなに良くても2年で履き潰すように作られてるから、それより長く履けるもんがいい。ポリエステル弱いんじゃなくて、ストレッチジーンズって呼ばれてるやつだってあるでしょ。要は伸縮性が高くて柔らかくて少し伸びるやつで、あれが今ほとんどなんだけど、あれって綿が 90% で、簡単に言うとね、ゴムなんだよ。ポリエステルってゴムの繊維を入れてるの、 10% 織り込んでるの。だから伸びるのよ。ポリウレタンかな、ポリウレタンではなくない？ポリエステルじゃなかったっけ？ちょっとわかんないけど、なんかあるじゃん、そういうプラスチック。だからさ、ユニクロとかのジーパン履いてるとピンピンってさ、プラスチックみたいな白い糸が毛羽立たない。こうやってピンピンって跳ねていかない。あれがそのゴムの部分の、要はあそこが劣化するの、ゴムの繊維がピンピン切れていくの。ポリウレタンかな。いや、でもね、綿100が一番いいよ。綿100が一番いい。
もう鉄板。10年履けるよ。自然が一番いい。その分手間かかるし、コストかかるし、人件費かかるけれども、高くなっちゃうけれども、やっぱ、なんだろう、昔から履かれてるものいいよ、やっぱ。ポリウレタンか。うるさいよ、俺がポリエステルっつったらポリエステルなんだよ。うるせえなこいつら。勝ったよ、ポリウレタンね。はいはい、ポリウレタンね、覚えたよ、分かったよ。揚げ足取りたいのね。ポリウレタンね、分かったよ。もう間違えねえよ。ポリウレタン、ポリウレタン、ポリウレタン、ポリウレタン。なんなんだよ、本当に。うるせえよ。ポシェット買わねえとな。ポシェットってどこで売ってんだ今。ポシェット
ポシェットって最近つけてる人いないよね。ナイロンのポシェットが欲しい。なんかふわっちあれだな、おすすめのトップにいる人間が目まぐるしく変わるな、本当に定着してねえな全然。ほんと戦国時代、なんかわちゃ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 移動するよねリスナーが。ニコ生ねあんま動かないイメージなんだけど、ふわっちは移動が激しい。3ヶ月ぐらいですぐ飽きる。いつかないね。目新しいもんばっかり追いかけるイメージがあるね。推しが少ない感じがする。熱狂的なファンが昔のニコ生とかだともう固定固定固定だったけど、新人がパーンっていくかんね。不思議。激しいよね配信者のキャス移動とかね。まあね、配信サイトはね結局配信者次第だからね。ダメになったサイトもいくつもあるし、アフリカ TV とは何だったのかって思うもんね。アフリカ TV 何だったんだって。まだあんのかなアフリカ TV って。なんか最近ね Google の YouTube の広告に出てたあれが面白かったな。アバターの配信サイト、 VTuber ってあるじゃん、あの初音ミクみたいなやつ、あのアニメが口と連動してアニメーションが動くのだから誰でも VTuber になれるっていう配信サイトがあって、あれは流行りそうだなと思った。顔出ししないでアニメに合わせて喋る、まあ喋ったらアニメが口が動くみたいな、それは多分流行るよ。ちょっとやってみようかなと思ったもんね。ブスで声がいい女の子とかいいと思うよ。あ、まあ17だろうね。うん、わかるわかる。若い子は17でしょ。17久しぶりにアプリ起動してみる。やってみる。あそこ金のばらまき半端ねえかんな。
いいね、やったさん、ペコさん。あそこは、あの、俺がね、本社の社長から聞いたのは、なんだっけ、台湾人で男の人がトップなんだけど、一枠3000万だって、最高額。一枠3000万だよ。で、もう爆投げする人とかが半端じゃなくて、そう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 、中国人が半端なく投げるんだけど、あの、なんだっけ、すごいんだよね。なんつってたっけな、うん、とにかくあのな、コンシェルジュみたいな感じで、今から今日のイベントで1位になるためにはいくら必要なのみたいな。で、口座開いてって、あの、今から2000万投げるから、あの、速攻で100万円のアイテム作って1時間以内にとか、うん、そう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 、爆投げ。日本、あの、海外の人はもうサイトとかコンテンツへもう爆投げするの当たり前だから、日本と桁違うって。日本人はね、コンテンツにアイテム投げるとかお金投げるっていう文化がなかったから、今まで。夢があるよね。だからさ、オフパコとかしないと稼げないってどういうことかっていうと、より過激によりサービスを強化しないと投げてもらえないっていうことは現れなわけじゃん。本来ネットはネットの世界でさ、隔離するべきなのに、ネットとリアル分けるべきっていうかさ、ネットでサービスを受け取るんならネットで払うっていうのが普通なんでしょ。だけど、その今のふわっちとか見てると、やっぱ体売ってるもんね、どう見たって。お、炎上しまーす。ふわっちオワコンなのかな、どうなんだろうね。なんか俺はオワコンには見えないけど、全然なんか売り上げ年々上がっていってるし、運営ウハウハだろうなとは思うけどな。どうなんだろうね。
高年齢化、ああだからね、ネットの中でよく言われてるのが、若い人たちがキャッキャキャッキャ遊んでていいコンテンツ、若い人が楽しんでる文化が始まって、おっさんとおばさんが入ってきて大体おかしくなるって言われてるね。で若い人たちがまたおっさんってマナー守らないで荒らすから、大体ネットでコメントとか荒らすのおっさんなのね。若い子ってマナーすごく守るので、おっさんに入ってきて積極臭くなって他に行くっていうのが全部の流れ。ニコ生もそうだし、ツイッターもそうだし、だからフワッチもそうだよね。大体おっさんがマナー悪い。それはどこでも言われてることだからね。大体マウントの取り合いになる。では若い子が嫌気さしちゃう。そうそうそう、説教臭い。あと日本人のディベートがやっぱりダメだなって思うのってさ、相手が何を考えてるのかを伝えることってすごく重要なことじゃん。と、私はこう思いますよって。でも日本人ってさ、お前が言うなっていう議論大好きでしょ。でもこれってさ、議論そのものを否定してる言葉じゃん、お前が言うなっていうのは。要はその人の考え方とか思想とかを尊重するんじゃなくて、その人が持ってる社会的なポジションとか、生まれ血統であったりとか、そういうものを優先しますよっていう思想なの。だからなんかその若い女の子がツイッターに書いて話題になってるツイートで読んだんだけど、スイス生まれの日本、スイスで育ってる日本人の女の子がツイートしてて話題になったんだけど、どっちがいいか悪いかっていう問題ではなくて、日本人っていうのはそのみんな同じ考えだよね、みんな社会、私と同じ考えだよねっていう常識をもとに議論っていうか話し合いをする。だから結局違う意見が出た時に否定をする文化なんだっていう。ただその西洋人の考え方っていうのは、他者っていうのは全く違う考え方をする。だからお互い分かり合いましょうっていう前提で話をするんだって。だから日本人の人と反対意見が出た時に必ず起こる現象っていうのが、その私のことを否定されたって思う人が多いっていう。私の考え方を否定された、なんで私のこと分かってくれないのっていうのが根本にあって、その炎上に発展していくパターンが多いっていう。で、なんていうのかな、にツイッターで炎上がたびたび起こったり、ブログでたびたび起こるの、日本人がすごい多いんだよね。すごい多いんだよね。アメリカとかでツイッターってほとんど炎上しないらしいよ。ディベートに慣れてるから。あ、まあまあそうだろうね。同調圧力が強すぎて。だからあれでしょ？村社会でしょ？要は。99% 農耕民族の慣れの果てだよ。だから相手が同じ考えだっていうのと相手が違う考えだっていう前提条件の違いによって議論って変わるじゃん。どっちがいいか悪いかっていう問題じゃないんだけど。あ、だからすっごい面白かったのが、データでね、
あなたは低所得者層だと思いますかっていう質問した時に、日本人が6割が低所得者層だと思わないって答えたの。あなたは低所得者層ですかっていう質問、アンケートを出した時に、私は低所得者だと思うって言った人は 6%、 自覚がある人ね。で、日本のデータを見てみたら、日本の今半分がよ、収入400万以下なのよ。やばくない？だからニムロデの言う洗脳された家畜が餌を奪い合う感じっていうのは、まさにもう国民性に出てて、自分たちが低所得者層だっていう自覚がないの。むしろ豊かだと思ってるのよ。すごいよね。先進国なのかなって本当に思うもん。現状理解してないの。そう、見栄とかじゃないの。現状把握ができてないの。分析もできてない。だから自覚がなくて、もうだからなんつうんだっけ、あのカエルを茹でていくやつの例え。笹鎌さん、おはようございます。そう、見栄とかじゃないの。現状を的確に把握できてない。だからさ、30年間大学の初任給が変わってないっていうことの異常さをさ、分かってない人が多いんだよね。ササリン、おはよう。いやだってさ、先進国の中である30年間給料が上がってない国って他にないよ。いや俺、右向け右って教わって北朝鮮かなと思って、本当に小学校の時は泡吹いて倒れそうになったもんね。本当に吐き気がしたもん。怖いって思ったもん、小学生の時。右向け右って言ってザッてみんなが向いた時、なんだこいつらと思ったもん。あれ軍人がやる教育だからね。多分アメリカとかであの教育やったら、多分差別だって言って、ヨーロッパとかだって考えられないでしょ、西洋文化だったら。なんで右向け右っつって全員が右向くんだっていうね。俺はあれ異常性を感じるもんね。あの教育は絶対間違ってるよ。まあ軍人育てたいんだったらいいけど、戦争中じゃねえんだからな。権利主張する。だってさ、この国労働運動とかさ、デモとかさ、デモっつってもさ、ただ騒いでるだけじゃん。あんなデモでもなんでもないと思ってるもん。まあまあ、おいや、俺は社会主義だと思うよ、本当に。よく言ったもんだよね、完成された社会主義って。いや、完全に社会主義でしょ。だし、もともと社会主義国家だったからね、日本って。ずっと。庶民が政治に関わった試しなんかないから。民主主義なんて全然分かってないでしょ。いまだにスーツ着て満員電車乗って社畜で年収1000万目指すのが理想と思ってるのが痛すぎる国民性だよな。いや、痛いとは思わないの。別に そこは否定しないんだけど、痛いとは思わないの別に。ただそれが正しいと思ってるのが俺は怖いって言ってんの。目指すのはいいんだよ。それこそが正しいことだと思ってるの。正義だと思ってるのよ。だからそれが、まあそこが痛いって意味だと思うんだけど、文字に制限があるから。わかるわかる、ヤバゾーが言いたいこと。そう、なんていうのかな、ライフスタイルはいろいろあっていいはずなんだよ、民主主義だから。おはよう、よいこさん。カメラ頑張るよ。ありがとう、いちごちゃん。海外並みのデモがスタンダードになれば、ストーン全くやらない。ストっていうか、そうそうそう、ストは絶対、ハートありがとう。あ、やっぱりいいって言ってくれた。ありがとう。報告ありがとう。ハートありがとうね。だから、その、スーツ、だからそのスーツ自体にも俺は違和感を感じるの。スーツ説明するんだけど、そもそもこれって何の名残かっていうのを知らない人が多すぎるんだよ。スーツ、スーツこうやって着てるでしょ。これって何なのか知らない人多いでしょ。
この服が何を意味するのか。これ襟立ててごらん。襟立ててこうやって閉じてごらん。これ何に見える？これもともと軍服なの。軍人の服でしょこれ。軍服でしょ。ほらほら、碇玄道が着てる服みたいになるでしょ。軍人の服なの。つまりそのなんていうのか、知らなかったでしょ。学生服もそうでしょ。軍服なんだよ。軍人が戦争から帰ってきた時に、自国に戻った時にこうやってやったの、まくったの。そう名残なんだよこれ。だから自分は軍人です、軍隊ですよ、兵隊ですよって言ってんのと一緒なんだよこれ。経済戦争ですよ、まさに経済戦争。ほんとね、俺が言ってるのはそこじゃないんだよな。国のトップを決めるかどうかっていう問題じゃなくて、あの もっと根幹的な問題かな、俺が危機意識を持ってるの。おお、リリー、おはよう、久しぶり。もっとね、根幹の問題で、まあほら、俺が学歴がないからさ、俺が言ってること間違えちゃうって言われてんのがまさにこの議論の根本なんだけど、小学校から納税教育と労働教育を受けた家畜ちゃん、いやだから生活保護完全マニュアルとか3分の生活保護の動画見てよ本当に。なんていうのかな、義務と権利を履き違えてるんだよね。そのなんて言えばいいのかな、そもそも憲法が何なのかっていうのも分かってないわけじゃん。立憲主義とかさ、そういう根本的な問題、根本的な問題、国民主権であったりとか、だからその言葉の暗記だけ教えて意味合いを伝えてないから、だからまあ愚民化社会だよな本当に。愚民、あの主婦の人がさ難しいとか女の人が分かんないって言うけど、俺はね、そこにすごく悲しさを感じるの。あの主婦の人とかにも聞いてもらいたいし、議論に参加してもらいたいのね。あの難しくないんだよ、難しいと思い込まされてるの。中卒の俺でも理解できるんだから、主婦の人でも絶対に、みんなだって高校出てたでしょ、主婦の人も大学行った人もたくさんいるでしょ。っていうことは地頭は俺よりいいんだから、絶対に理解できるんだよ。難しいっていう言葉で片付けないでほしい。あのなんで生きづらいのか、あの向き合ってほしいね。その生きづらさを作ってるのは国じゃないよ、俺らだよ。生きづらさを作ってるのは国じゃないの、俺ら自身が作り込んじゃってるの。だからなあなあにして、あの権力者にその何かやらせてたらこのまんまだともう本当に終わるぞっていうか、もう終わるの確定してんだけどなもうね、あの最近ね、若い頃はねまだなんとかなるっていうね志みたいなのあったんだけど、20代の頃とか30代前半とか、あのねだんだんね俺ね心折れてきて、最近こういう話しないでしょ。あのね、多分もう手遅れなんだよね。あのね、ごめんね、あのね、本当に、あの、日本はもう終わるんだよ。
残念ながら俺の予想ね、もうね3年ぐらい前まで頑張ってなんとかなるんじゃねえかと思ってたけど、多分このまま終わるよ。だからじゃあその終わるのが確定を仮にしたとして、まあ日本は終わるんだよ本当に。だけどみんなは死ぬわけじゃないじゃん。日本人とか日本は死んだとしてもみんなの生活は残るわけじゃん。でみんなが幸せになることを考えようにシフトしてる今は考え方を。まあ、だけどね、その日本っていう国が何と戦ってたのかっていうのをちゃんと教えないとダメだと思うよ。やばぞ、それはアイデンティティの問題だから。そのまあアジアのさ、すごい小さなさ、小さいって言うとまあ本当はでかいんだけど、極東にあるさアジアで、あのだからどういうことかっていうと、その西洋人に喧嘩を打ったアジア人なんかいないんだよ歴史上。こんだけ歴史があって、あの本気で喧嘩を打ったんだぜ。それ喧嘩を打ったっていうのはまあその噛みついたんだよね、あの勝てないの分かってて。あのそれは俺は侍の精神だと思うよ。あの日本人らしさだと思うよ。だからイスラムの人とかに日本リスペクトしてるって知らないでしょ。イスラム教でちゃんと教わるんだよ歴史で、あの日本人が西洋人に噛みついたって。でもそれは日本人が消された過去でしょ、失った過去でしょ。まあまあ俺もそう思う。っていうか日本人がアメリカ人のように振る舞ってるなっていうのは俺アメリカ留学した時に思った。初めて思った、アメリカ人差別されたの俺マジでだよ。中学2年生なのにアメリカ人の店員にこうやってやられたの。びっくりしたよ。シルバーアクセサリーのショップカリフォルニアのってやられたの。中学生相手にやるんだよ。で俺何が起こったのか分かんなかったもん。あで、おあ俺イエローなんだって初めて気づいたそこで。あ俺白人だと無意識に思い込んでた、対等だと初めて思い込んでた。なんならもっと言うなら日本人見かけた時に言われる順番、チャイニーズ、コリア、ジャパニーズだよ。これがカリフォルニアの現状だったよ。チャイニーズ、コリア、ジャパニーズって日本人3番目だから。で日本が何の国か知らないよ彼ら。その程度なんだよ日本人って。じゃあそうだよね、世界中にコリアンタウンがあってさ、韓国の人たちとか華僑のチャイナタウンもあるわけだ。ジャパニーズタウンってないからね。日本ってどんなイメージって言ったら、ポケモンって言われたよ。ポケモン、ポケモンっつって、えっつって、ポケモンだけっつって。一番ショックだったのはプレイステーションとニンテンドー64とか全部アメリカの商品だと思ってたからね彼ら。おふざけんなっつったもん。さすがにそれは許せねえっつってスティーブンと喧嘩になったもんね。任天堂だよっつって、何言ってんのみたいな、任天堂64はアメリカの商品だよみたいな、アメリカの会社だよみたいな、ソニーもアメリカの会社だよみたいな、はぁ、あ、みたいな。人種に対してだけ英語喋れないからだい、いや多分ね文化として住み着いてないからだと思う。向こうからしたら異端なんだよ、人数が少なすぎるの簡単に。だから文化接触がないわけじゃん。でもチャイニーズは絶対あるわけじゃん、チャイナタウン、どこの町にもチャイニーズいるわけだから。で戦場とかでほらチャイナタウン絶対あの食い物やったりするから、だから多分そういう文化なんだと思うよ。英語が喋れないとかじゃないと思う。あっていうか、あ黒人が差別されてるのはみんな知ってるでしょ。黒人が差別されてんの、黒人が見下すレベルだよイエローって。マジだよ
これだから日本人って本当に白人と対等だと無意識で思ってんの。黒人の差別どころじゃないよ、イエローは。ヒスパニック系とか、うん、でもそうだよ、日本人なんかもうジャップだよ、ジャップ。もちろんそういう人ばかりじゃないよ、でも本当に感じるよ。アメリカとか行ったら嘘だろって思うよ。だからよくさ、そのヒデ、中田ヒデ、ヒデいるじゃん、サッカーの、がレストランとか並んでて、あの順番変えられたりとか全然あるとか、要は帰らそう帰らそうするとかあるっていう体験をしたとか言うじゃん、よく世界で。あんな全然ザラにあると思うよ。すごいよ本当に。あ、ハーフなんだ。うん、日本人の白人に対する差別も尋常じゃない。日本人の白人に対する差別なんかあるか、あるか、俺ないと思うよ、うん、日本人が白人を差別してんのあるか、あんまり感じないけどな。まあまあ当人が言うんならあるんだろうな。例えばどんな差別だろう、白人に対する差別って。なんか俺は白人に対する憧れはすごい強いと思うけどな。外人の人にビビって内気な対応するのそう感じた。俺だからひろゆきとかトマベチヒデとの日本語英語で無理やり通すスタイルすげえ好きなの。これわかる人いる？なんかさ、日本人が生きてネイティブっぽく喋るやついるじゃん。あれクソダサいと思ってんの。本当にネイティブならいいの。宇多田ヒカルとかみたいに本当にネイティブに喋れるならいいんだけど、にわかがネイティブっぽい巻き舌で喋ると寒気がするんだけど、トマベチヒデトとかひろゆきってもう堂々と立ち振る舞ってカタカナ英語でバンバン喋ろうとすんので、通じるんだよ、通じるんだけど、俺はあれでいいと思ってんの。はいや、あ、だからそれと似てる話でね、俺外人にちょっと腹立ってるのが、外人外人ってディスがひどかった。いや、それはハーフだからだと思うよ。いじられてるんだと思う。それはね、ハーフだからだと思う。白人に対するじゃなくて、多分ね、ジョンさんが差別されたんだと思う。それはね、あると思う。そう、あのね、あ、外人が来て日本語じゃなくて当たり前かのように英語で話しかけるとちょっと腹立つよね、うん、ちょっと腹立つ、あれは。いや、日本語、日本に来てるんだから少しは日本語話す感じで来いよっていう。頑張って片言でいいから、うん、あ、発音だけ一丁前なんだ。あ、すげえやだ。カタカナ英語で俺通したい、うん、日本人なんだろうね。いや、あのね、あ、じゃあこれ俺が体感したことね。日本とは何の文化か、恥の文化。俺、それが俺の結論。海外行った時の日本人とは何なのか、恥の文化。良くも悪くも恥をかかないように生きてんの、ずーっと。恥をかかないように、かかないように。で、本当はその表裏一体として察しの心、思いやりの心ってあったの。察する心、先手で。だけどそれがどんどん失われていってる。だから悪いところだけ浮き彫りになっちゃってると思う。あ、知識層はそうだね、ゆめたまさん、そうだね、うんうん、うざいよね、ちょっとね。だから俺日本語で対応するもん、うん、日本語で対応する。あのね、次の駅、次の駅、うん、そうするとのりこが隣で「NEXT STATION」って言うから腹立つだろのりこが隣でバックアップしてくる。ネクストステーションつってうるさいのりこつって、黙ってろつって、うん、都営大江戸ライン
都庁前ステーション腹立つわ本当に。アメリカにいた頃にアメリカのカップルにディズニーランドで喧嘩売られて買いました。かっこいいね。どうなんだろうね、うん、キセルさんおはよう。あーそう英語喋れないのみたいな。そうそうそう、なんかすげえ傷つくよね。俺が侍だったら打ち首にしてたよ、無礼者をつって。刀、唾が鳴るよ。カタ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 。おはよう各船長。お払い、お払い、お払いまだ持ってたんかい。お払いありがとう。まだありがとう。何ヶ月前のイベントだっていう。お払いありがとう。払いたまへーつって。だから俺はそのカオクソカスカオスっていう配信者がいるから見てほしいの。アイテムありがとうアームさん。クソカスカオスはほら世界中旅してるからリアルな、その外国のリアルを知ってるから、クソカスカオスに外人の話聞いて、みんな外国の話。ただ気をつけないといけないのが、コメントがないとすぐドラッグの話になっちゃうから、あの外国どの国行ったのとか、どの国の文化教えてっていうコメントを書き続けないと、すぐにモルヒネがどうだとか、アヘンがどうだとか、 MDMA がどうだとか、なんかそういう話にそれていくから、初見さんびっくりしちゃうから。でなんかもう役中ばっかりだから、リスナーが、そうブリ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 なリスナーたちがマリファナ吸いながら聞いてる放送だけど、すごくあの社会勉強になるから、カオスの放送おすすめですよ。海外のこと知りたいなら。英語話せないのに見た目だけ外人だから、英語メニューが出てきたり、道迷ってる外国人に怯えながら生きてる。あほら俺さ成田だから、カナダ人のハーフ、中国人のハーフ、ブラジル人のハーフ、ペルー人のハーフってめちゃめちゃ多かったの。だからね、あんまり気にならないかな、俺は。まあでもあるんだろうね、エリアによっては。年間300兆円程度他国に貢いでいるのに気づかないから、そしてその必死に労働して納税するから。まだ、そこも本当に問題だけど、それで生活保護のさ、金をぶったたいてるぐらいだから、もうなおさら爆笑なんだけど、たかだか2兆円の金で生活保護者をぶったたいてるから、お払いありがとう。本当にね、本当に自分の発言気をつけた方がいいよ。偉そうに言うわけじゃないんだけど、言葉ってあるでしょ？コメントだったり、喋りだったり、ブログだったり、ツイートだったり。自分が使ってる言葉が自分の中で整合性が合ってるのかって向き合ってる人って結構少ないんだよ。で、疑うこともすごい大事だからね。俺は自分を疑って生きてる。自分を疑ってるっていうか、その自分があれって思う変なことってあるでしょ。よくよく考えたら、なんでこういう思想になったんだろう。なんでこういう発想になったんだろう。なんで生きづらいんだろう。俺ね、それの最も最たるものっていうのが、配信者やってと思うんだけど、働けって言われるのよ。多分なんだけど、そこそこ稼いでるよ。俺に働けっていう人より、おそらく俺稼いでるんだよ。嫌な話になってきたぞ。こっから先は自慢話だから。で、ね？なんで俺、働きたくなくて、遊んで暮らしたくて、で、遊んで暮らせてるのに、働けって言われるんだよ。働くことって罰ゲームじゃないからな。いや、これ言わせてよ。働くことが罰だと思ってるんだよ、あいつら。働くことって俺、尊いことだと思ってんの。で、ライフスタイルだと思ってるの。働くことが罰だと思ってんだよ、あいつら。だから、なんか、あんなになっちゃうんだよ。と思わない？
なんだろう、自由に生きて何が悪いんだよっていうかさ、そもそも労働なんかなくなるぞ。なあ。なあ。だからそうそうそう。だから家畜の豚がイノシシに向かって、家畜やれよって言われてるような感覚だよ。いや、俺イノシシになりたかったんだよって、牙を取り戻したかったんだよっつって。で、自由に野原を駆け回って、ねえ、自由にやりたかったんだよっつって。そしたら、豚どもが、いやだから豚どもだよ本当に。俺は豚にはならねえよ、うん、働いてないけど豪邸建てたんだやめとけリリーやめとけよお前、うん、叩かれるぞでもね、これね、マジでね、もうこれは戦ってきたけど、散々戦ってきたけど、あのね、これ面白いことにアイラとかは叩かれないんだよ。テルチャンピンも叩かれないので、叩かれてるやつの傾向を見ると、ちょっと中途半端に同じぐらい稼いでて羨ましいところのやつなんだよ。これ要はひがみなの。要は1億円稼いじゃったらもう叩けないのよ、怖くて。要は自分が惨めになるから。でも自分より少し上だったり、自分と同じくらい稼いでて自由なやつを見ると羨ましいと思う。いやだからね、どうやったら体験得られるんでしょうかって正しい質問でね、あいつらは金稼いでる、悪いことしてるに違いないと思ってんの。もうこれ資本主義としては絶対ダメな考え方なんだよ。稼いでるやつは世の中にいいサービスを提供して人を幸せにしたから稼いでるの。もちろん違法行為はダメだよ。でも日本人ってどっかで金稼いでるやつはズルしてるやつだっていう感覚があるんだって。あともっと言うよ、資本主義社会においては貯金よりも借金を偉いと思わないとダメなの。日本人は資本主義社会やってるのに貯金の方が正しいと思ってるのよ。もうやだよ俺もうやだよ俺、日本人、日本人大好きだからこそ日本人がやだよ。日本本当にいい国、本当に素晴らしい国、日本超いい国だけど今ダメ、うん、だからそのセミリタイアすることとか、やりたいことやったりとか、要は休むっていうこととかも、だからね、日本人が真面目なんだよこれは。借金を借金をしないと経済って発展しないんだよ。全部ドーピングでやってきたんだよ。アメリカなんか借金しまくってるわけじゃん。借金していいんだよ、借金はいいことなんだよ。で自己破産すりゃいいの、失敗したら。まあ数兆円って言われてもな、わかんねえ。まあそれは俺もわかんねえよ、それは正直わかんねえよ。でまあでもいるよ。だから俺の価値観ぶっ壊した人で、一番金持ってた人は、一番金持ってた人は南部さんなの、会ったことある人で。個人資産200億円なので、どうやったら金持ちになれるか聞いたの、その人に。個人資産200億持ってる、要は日本のトップだよね、財閥の人だよね、南部さんっていう人に聞いたの。パソナの創業者、その人に聞いたら運だっていうの。和道くん、金持ちになる、人生幸せになる、成功する、運だよっていうの。でもこれ深くない？その人はもう徹底主義の運、運だって。で運のないやつはダメなんだよって。日本人は運をバカにしすぎてるって。俺はずっと運を磨き続けたって。意味がわかんないじゃん。でどうやったら運上がるんですかって聞いたら、ね、和道くん初詣行くでしょって。ああたまに行きますって。ダメだよって、毎回行くんだよっつって。初詣の練習したって言われたのってなるじゃん。俺は初詣に神様にお祈りするために200回は毎年練習するよって言われたの。もう意味わかんないでしょ。初詣の練習をするの、南部さんは。笑うでしょ。もうちょっと何言ってるか分かんないでしょ。でもそういう感じなんだよ。あ、俺はね、金は貸してって言わない、くれって言う。俺は絶
対に金貸してと言わないの。俺に貢げっていうの、うん、貢ぐ価値があるから。バカありがとう。俺は金は借りない、もらうその代わりそれ相応の分は返すよ、うん、それ相応の分は返す。金じゃない形で返すよ。金じゃないんかいってまだありがとね。お払いありがとう。だから俺はパトロンが欲しいね、本当に。芸術活動をやっていく上で本当にパトロンが死ぬほど欲しいね、うん、このお払いはもうなんだろう、お金は入ってくる。俺にはお金が入るだけ。イベントはもう終わっちゃったから、だから使えるっていうよりももうなんか俺にお小遣いくれてる感じ。 お払いありがとう。だから買った分の半額は俺に入ってくるよ。ありがとね、リリー。最近さ、俺さ、ちょっとシュメール文明読み始めちゃったんだけど、シュメール文明面白いな。シュメール文明知ってる？みんなシュメール文明。あぬんなき、あ、投げて投げて投げて。シュメール文明面白いな。あ、宇宙人いただろう絶対。どうなんだろう。あれニビル星人って荒野が言ってたニビル星の意味が分かった、やっと。いや違う、日本最古、あ、世界最古の文明、シュメール文明。宇宙人と交信してた人じゃなくて、メソポタミア文明の前の文明。だから歴史から消された文明だよ。で、そこに、十二吉化門があるんだよ。十二吉化門と十字架があるの。で、フセイン大統領が十二吉化門の紋章をつけてた時に、なんで日本の天皇陛下と一緒の家紋をつけてるんですかって、紋章をつけてるんですかって言ったら、いやこれは我々の祖先の話だって、もっとシュメール文明について勉強してくれって。だからワンピースみたいになってきたよ俺の人生は、うん、消された800年前の空白の100年みたいなさ。あ、宇宙人はいるよ、間違いなくいる。アトランティス文明はどうなんだろうな。とかさ、あとチベットの奥にあるシャン、なんだっけ、シャングリラ、シャンバラとか面白いよね、世界って。いや、インディ・ジョーンズになってきたわけよ。子供の頃の夢だった。うん、だから世界行きてえな。世界回ってさ、チベットの人とかからシャンバラの話聞いたりさ。うん、まあまあ、でもそれはほら、あれじゃん、天皇陛下もそうじゃん、日本の歴史だってそうだから。本じゃないの、本じゃないの、シュメール文明で検索したら出てくるよ。まあオカルトだよね。まあまあオカルト扱いなんだけど、そのオカルトとんでも系の話なんだけど、シュメール文明があったことは事実だから、うん、うん、だからそのシュメール文明の神話っていうのが旧約聖書を元になってるって言われてんの。ノアの箱舟とか、ノアの箱舟とバベルの塔とか、あの辺の話はシュメール文明の話に酷似してんの。あのね、あれはね、もう反証されてる。UFO つうか、宇宙服着た、壁画が、壁画つうか、昔のやつにあるっていうのとかは、あれは嘘。あれは100年に1回刻むの。
その新しい歴史を。だから宇宙に行った時の歴史は現代人が刻んだだけの古い建物。あ、エジプトのやつね。エジプトの UFO が書かれてるやつはあれは嘘。あれはね、あれも反証がされてる。古代文字に王様の名前とか書いてたの。で、石膏で埋めるのよ。王朝が変わったら、書く場所がないから。で、上から文字書いたの。で、何千年と経った時に両方とも石膏が剥がれて絵みたいになっちゃった。だから二つの文字が重なって偶然できた模様なの、あれは。人間の中に宇宙人がいると妄想した中二病の時期は、いや、そうじゃなくてね、だからアキラなんだよ。アキラ。要はね、俺らの中に眠ってるの。その DNA の中に。だから、シュメール人、まあ、こっから先はもうパッパラパーの話なんだけど、オカルトだからいいんだけど、オカルトだと思って聞いてほしいんだけど、シュメール人はなんて言ってたかっていうと、自分たちはハーフだって言ってんの。要は神様とのハーフ、要は宇宙人とのハーフだって、宇宙人に作られたものだって言って。面白いよね。俺はでもそういうパワーを感じる時あるよ、たまに。人間に眠ってる力っていうか、明らかにその自分の力じゃない何かを感じる時あるよ。だからオナニーの時だよね、うん、オナニーのピークに達する時に自分人知を超えた何かを感じるよね人間を超える瞬間、うん、実は本当のこと言うね、うん、リリー私宇宙人なのでしょ、うん、あ、それがさ、あの面白い話あんの知ってる？うん、私ね、うん、続けたまえ、うん、125人が見てるわけでここだけの話をするんだ。ああ、いやいや、全然いいよ宇宙人、うん、バガありがとう。あのね、宇宙人の見た目、宇宙人に会ったことがある日本人を3人呼んで対談をさせたことがあるの、番組の企画で。それがすごい面白いんだけど、全員なんて答えたかっていうと、接点ないんだよ、その3人。接点ないんだけど、あ、この子は違う。リリちゃんは違う。ルナじゃない。リリちゃん別。リリちゃん YouTube で出会って、俺と DM でやり取りしてここに来てくれた子の。別々。ルナじゃない。あのね、何の話だっけ。え、今何の話してた、今何の話してたっけ。3人、あ、そう、宇宙人3人会ったことある人がなんて答えたかっていうとね、全員女の人だって答えたの、宇宙人は。で、見た目は全く美少女だって答えた。で、年齢聞いたらみんな17歳ぐらいの女の子って答えた。面白くない？もう美少女の日本人の黒髪の17歳の女の子、見た目はね。だけど何百年も生きてるね。え、これすごくない？で、らしいよ、見た目が綺麗な女の子なんだって。いや、めっちゃいいよね。 JK ですよ、 JK。 だから JK のふりした宇宙人がいっぱいいるんだよ。気をつけた方がいいよ、宇宙人は見てるからね。違うの、違うの。もともとその企画っていうのはバカリズムが言い始めたんだけど、宇宙人いる派と宇宙人いない派を対立させても意味がないって言ったの、バカリズムが。それっているいない論争になるから結局平行線でしょって、いるのかいないのか分かんないね。そうじゃなくて、宇宙人がいる派だけを集めて
3人とか10人とか集めて同じことを言うかを検証した方が宇宙人がいるのかいないのかを検証するのに正しい方法だって言い始めたの、バカリズムが。でその企画を見たテレビマンが面白いっつってやった番組なのよ。うん、うん、いやいやいや盗撮はしないよミニにタコっつって、うん、いや俺はだから銀河の星屑だって言ってんの。俺らはお俺は地球人じゃないの、星屑、宇宙に漂う物質。例えばじゃあ怖い話していい、じゃあすっげえ怖い話しようか。もうとんでもなく俺がそう体感っつうか小学生の頃の思考実験、小学校の頃の思考実験、うん、これは自我がないっていう、自分なんていないんだっていう決定版だから仏教の話なんだけど、おいすおいすチーズ、脳みそだよね、脳みそ。あ、だから、じゃあ、ちょっと、その話は置いといて、地球の居心地はどうかね。いいこと言った。人間の体内時間って何時間か知ってる？地球の終点、時点って24時間でしょ？人間の体内時間、どれくらいか知ってる人いる？答え書いて知ってる人。人間の体内時間。体内時計、24時間じゃないんだよ。面白いだろ。そう、25時間なんだよ。そう、25時間なの。25だね、25。おかしいだろ。要はね、俺らは別の惑星から来たんだよ。別の惑星から来た。エヴァンゲリオンっぽくなってきたな、だんだんな。火星なのかな、どっから来たのかね。だからそういうのを映画にしたいよね、なんかね。その俺はやっぱりやりたいの、統合失調症とかうつ病の世界を映画の中に盛り込みたいの、描写の中に、うん、そうそう、自然と夜更かしになる。だから俺の生き方が正しいんだよ、寝たい時に寝て起きたい時に起きるって。そう、地球の太陽の周期に合わせても無理なんだよ。起きたい時に起きて寝たい時に寝るのが一番いい。自由に生きた方がいい。俺らは地球に旅しに来た民だから。映画の中に入れたいよな、そういうエッセンスをな。やりたいことをやり続ける社会じゃなくて、これからもっとシビアになるよ。労働がなくなるから。散々労働をやってきたんだよ。労働っていうのはその農耕も含めて、散々これだけ労働やってきて労働いらなくなっちゃったんだもん。すっごい地獄が待ってるよ。やりたいことを持ってる人間からすると天国だけど、やりたいことが分かんない人たちからすると本当に生き地獄だよ。今のうちに慣れておきな。もう今まで生きてきた人間がついにね、飢餓を克服して仕事を克服するんだよ、うん、ついに働かなくてよくなるからね。これ嘘だ、オカルトだと思ってるやつは本当取り残されるよ。だって現に見てみなよ、俺のこと。もう始まってるんだよ。働かなくても生活できるんだよ。っていうかむしろ働いてないから。保険のセールスとか、車のセールスとか、腕時計のセールスとか、キャバクラとか、あれ、もう、その、農業、農業を克服した段階でも、実は、始まってるんだよ。
ついには生産すらもしなく、機械がやってくれるから、 AI がやってくれるから、もうそろそろ備えておかないとやばいことになるよ。遊びな、遊んで金稼ぐことになれな、とことん遊びな、幸せになる、なるにはそれしかないよ。やること分かんなかったら誰かを手伝いな、好きな人を手伝いな。養ってるっていうか、俺は共存してる感じだね。共存、シャカトペコからたくさん学んでるよ。俺はシャカトペコから本当にたくさん学んでる、ノリコからたくさん学んでるよ。共存だよ、共存、養ってないよ、一緒に生きてるだけ。だから小鳥をねバカにできないよ、やっぱりすごいよ。いろんなことがわかる、鳥の言葉がわかるようになったのがすごく嬉しい。俺は野生の鳥がこうピッピッピッピ言ってるのが声がわかるんだよ。クリエイティブなことは残るだろうね、多分ね。いや、10年先20年先の単位では来ないと思う。ゆっくり人間が、いやだからね、テクノロジーの進化が早すぎてね、結局ねついていけてないんだと思うよ。ただ単に人間の感覚がついていけない、倫理観とか道徳観が邪魔をするんだよ。そんなもん取っ払っちゃいな。あ、俺は血面本当に垂れ流しながら、涙流しながら、頭抱えながら生きてるよ本当に。でも楽しいよ。リスナーの顔色は伺ってないよ、正直言うと。リスナーの顔色は気にしてない。気にしてたらもっと稼いでるよ全然顔色伺えねえんだから、もっと稼げてるよ俺は。顔色気にしてできんならよ、全然こびねえもん。シンギュラリティ45年だっけ。そうだよ、自由気ままにしか生きらんねえんだよ。いいね、ありがとう。働い、要は楽だから。今サラリーマンやってる、公務員やってるの楽だからだよ。要は認められたいから、承認欲求から来てんの、恐怖。自分で何かをやるって苦しみなんだよ。だって自由って稼があって、そっから解放でしょ。だからな、全く何も縛られてないのは自由じゃないんだよ。手に入れるもんの自由っていうのは。だから俺はずっとそれ戦ってきた。でも誰かに考えてもらう、誰かに命令される、責任を取らなくていい、楽だよ。認めてくれる、楽だよ。楽。だからまあ、業の深い生き方はしてるなと思うよ。業の深い生き方してるなって。まあ、恨まれるだろうなっていう。でも、しょうがないじゃんね。これしかできないんだから。これ以外やり方知らないの。俺だって普通に働けるんだったら、普通に働いてた方が楽だよ。そういう生き方したかったよ。働けるんならね。無理だもん無理だったんだもんでもね、最近ね、そのクリエイターさんと交流があるから、あ、だから、あ、俺ね、これ正しいこと言ってやろうか。これはみんな納得すると思う。原始時代に戻ったり、北斗の拳みたいな世界になったら、生き残るの俺みたいなやつだよ。普通に働いてるやつ全員死ぬぞ。そう思わない？俺みたいなやつは野生に戻っても生き残れるぞ。だからこれはね、面白いんだよ。 DNA がそうさせてんの。要は俺みたいな気違いを作っておくのよ、ランダムで。こういうバカなやつを、環境がガラッと変わった時に生き残るのは俺だと思うよ。そう思わない？
俺はたくましいぞ。うん、俺はどこ行っても生き残る自信があるね、正直。俺多分アフリカにポーンって目隠しされても生き残る自信あるもん。なんならアフリカとかで部族の長とかになってると思うよ、5年後とか。なんかカルト宗教とかプチカルト作るの得意だからな俺。あのね、逃げることってすごく大事だなって思った。うん、のりことワードは死なないと思う、うん、適度に逃げるのはいいっていうかね、逃げることってかっこいいよ。全力で逃げることも一つの手段だから、逃げることがかっこ悪いと思わないでほしいね。逃げられないやつは逃げていいから、生き残れ、うん、全力で逃げろ、うん、生きてるやつが正解だから。俺はそのなんだろう、その逆境にそのなんか打ちひしがれてるようなやつがいたら言うよ、逃げろって、逃げていいからって、生き残れって。うん、そう、勝つことよりもその逃げることの方を覚えた方が絶対いい。ほんと最近何のために自分が生きてるか分かんない。あ、じゃあまさきさん答えあげる、答えあげる、意味なんかない。ここにいる全員生きてる理由なんかない。作れ、うん、俺もない、あなたもない、ないんだよ生きてる理由なんかない。だから作るの俺らが。ないよ、ない、生きてる理由なんかないよ、退屈の連続だよ。だからやりたいことを探すんだよ。つかめ、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやればいい。死ぬ時に気づくよ、死ぬ時に走馬灯ドーパミングダーンって出て、バーンって出て、ドーパミング走馬灯全部リフレインするぞ。やってきたことが無駄になった時、地獄だぞ、地獄だぞ。自分の生きてきた後悔だけが、やりたい思い出いっぱい作りな、楽しかった思い出いっぱい作りな、生きててよかったと思ういっぱい作りな。天国だから死ぬ瞬間、ああ生きててよかったって。そう、ないよ、ここにいる人間生きてる理由なんかない、作るんだよ。そう、オスはね、本来はね、戦争をするために生まれてきた、闘争をするために生まれてきた。だけど闘争、戦争奪われたでしょ、暴力奪われたでしょ、で今度仕事に転化したの。労働っていう概念、要は戦うことがなくなったから労働に切り替わったの。で労働あったらよかったでしょ、今度労働なくなったから。女の人は命を育むっていう大切な使命を持ってるからいいんだよ。男は辛いぞ、こっから先、うん、あ、オッケー、やりたい欲求がないのね、オッケー。じゃあその場合だったら、やりたくないことを150個200個1000個書け。俺はこれだけはやりたくないっていうことを書くの。そうするとやりたいことが限定されてくるから、逆算。それでもない場合ね、やりたくないことを書いてやりたいことを見つけるっていうのを俺はコーチングでやってたんだけど、それでも見つからない場合、好きな人と一緒にいろ、その人の役に立て、うん、リーダーを見つける、フォロワーに徹する、うん、それも幸せだから。もう自分で幸せになれない、考えられないって言ったら、考えるやつについてくの。こいつの手伝いをしようって。こいつの人生、要はあれだよ、戦国武将でもそうでしょ、主君、君主か、主君、うん、分かんないけど、殿様とか武将とかを見つけて、そいつのために命を張るの。それでいい。そう、自分、フォロワーも大事、フォロワーがいないとダメだから。祭りはみこしが、みこしに、みこしじゃなくてもいいの。みこしを担ぐ人がいて、みこしは初めて機能があるから、うん、見つける人、この人だっていう人を見つける。若くてもいい、年寄りでもいい、年齢も性別も関係ない。風船ありがとう。
いやー、それはだから疑ってるからだよ、嫁玉さん。俺ホームレスだったんだよ。なあ、俺ホームレスだったんだよ。なあ、いる知り合いに、うん、俺怖いもんないもん。死の淵まで見たから、うん、ないよ怖いもん。だからもう本当に危険しそうだよ、はっきり言うよ、危険しそうだよ。だって現代にある全て否定してんだもん。もうだってもう野生の本能で生きてんだもん。そりゃさ、あれじゃん、会社の株主とかさ、政府の連中、ガバメントのやつらとかからしたら都合が悪いよ。権力者が必死になって小学校の頃から洗脳したんだもん。働け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 って、逆らうな、お客様は神様です、お客様は神様です、お客様は神様です。怖いよ、俺全部取っ払ってやるから。うん、ガバメントのやつら、あいつら天竜人が仕掛けた洗脳全部解いてやるから。それはあいつらからしたら都合悪いよ。うん、ああいい、いい人生じゃん。ホムンクルスみてえだな、ホムンクルスみたいな。ホムンクルス読んだ？トルパネーションした？トルパネーション、自由が一番だよ。夢玉さん、じゃあいいこと言ってあげるよ。夢玉さん、なんで俺の放送見ちゃうんだろうな。和道の放送は危険しそうだぞって。俺の勝ちだよ。夢玉さん、なんであなたは俺の放送見ちゃうんだろうね。素直になれよ。金いると思ってんのも洗脳なんだって。洗脳なんだって。金なくても生きてんだって。それも洗脳なの。金なんかなくても生きてけんだよ。知恵ね。知恵。知恵と、あと人。極限まで突き詰めるとなるよ。それも思い込み。それも資本主義仕掛けたやつの思い込みだから、権力者の思い込みだから。一回だから、じゃあ OK、 ここにいる全員に質問、真面目に答えてね。お金っていう概念がなくなる、この世の中からお金っていう概念が消えた時に何やりたい？何でもできる。お金っていう概念消そう。一回何やりたいですか？書いてください。海外に行きたいでもいい、何が欲しい、ランボルギーニ欲しいでもいい、なんか一個夢書いて、お金っていう概念取っ払って、何がやりたい、うん、何がやりたい、みんな書いて、うん、ドラッグをやりまくる、なんか書いて、みんな一個でいい、一個だけでいい。お金がないから銀行もない、うん、土器を作ったり絵描きたい、みんな書いて、お金っていう概念を取っ払って、何でもできるよって言ったら何やりたい。何でもできる状態になったら、仕事もないんだよ、だからお金もないから。宇宙に行きたい、子供がいればいい、うん、愛する人と旅がしたい、うん、みんな書いて、みんな書いて。みんな書いて。お金っていう概念がなくなったら何がしたい？今書いたことが、今書いた希望っていうのが、みんなが本来やるべきこと、みんなが本来取り組むべきこと。
ライフワークに取り入れるべきこと。だから愛する人と旅がしたいって今やるべきことなんだよ。それはだっていつ死ぬか分かんないんだもん。5分後に死ぬかもしんないよ。5分後に隕石来てみんなバーンって亡くなるかもしんないよ。急に心臓発作で倒れるかもしんないよ。今やるんだよ。今宇宙に行くべきなんだよ。そんなことはないと。お前東日本大震災、阪神淡路大震災、熊本の震災まだ学んでねえのか。バカだろお前本当に。まだ学んでねえのかよ。まだ学んでねえのか、うん、あーいいねバイク、いい仕事じゃん。いい仕事だね。バイクやってんだ。カスタムショップか。いい仕事だな。羨ましいな。憧れたよ。いい仕事してるね。自分の最高のバイク作ろうよ。もう最高の理想のバイク、パーツ組み込んでフレーム作って、いやそれ乗りたいな俺。いやなんか金掴んで俺自分のバイク作るときボンズさんに頼みてえな。こういうバイク作ってよって。それで旅行きたいね。希望がないっていうのは生きてないよ、うん、希望がないっていうのは生きてないのと一緒。さっき言ったでしょ、希望を持ってる人と一緒になって、いつかあのくれるから、そういう人は夢をくれるから。一緒に生きていけばいいよ。まさきさんはこの人だって思った人をそばにいればいい。で手伝えばいい。その人の役に立てばいい。そう考え方悪くないけど、みんながそういう考え方極論すぎ。あのね俺は分かってるから、全員がこの生き方できないよ。やらないもんだってみんな。できないもんでしょ。できないでしょ。やらない。でもこの中の167人のうちたった一人だけ変わるかもしんないよ。10代とか中学生とか聞いてて、あ俺自由に生きようっつって、一人いればいいの。100人全員がそんなことやるって分かってるから、やんないって。一人だけでいい。一人でも二人でもいい。その一人に向かって俺は話してんの。要は、自分の人生を変えられるやつは自分だけだから。そう。あくまで聞いても、自分の人生変えるのは自分だから。俺はよくわかってる。切り開くのは自分だよ。着々と進んでるよ。俺ずーっと映画撮りたいって言い続けたの。撮るって決めてから加速したでしょ。カメラ買ってもらえたぜ。今クリエイターさん今 4,5 人いるよ。俺に教えてくれてる人で、今日カメラで初仕事だよ。ちゃんとお給料もらって写真で金もらえるんだぜ。思い込みだから人生。俺はレーサーだって本気で、俺は今日からレーサーだって言ったら未来のレーサーが生まれんだよ。俺はサッカー選手だ、俺は野球選手だ、俺は歌手だ、俺は画家だ、俺は映画監督だ。腹くくったやつは10年後なるからな。
ひがむなよ。意識高い話なんか、意識高い系じゃないかんな。意識高い系じゃないかんな、俺は。意識高いからな。高い系ではないかんな。そこだよ。意識高いのはいいことだろう。意識高いことを悪く言ってんだろ。意識高いのはいいことだろう。意識高い系はダメだよ。頭悪いよ、俺は。決めな。自分を決めな。自分の人生変えられるよ。助けてくれるよ。周りの人が。本気で信じたら。絶対うまくいく。諦めなければね。腹くくりな。もうそろそろ。何にでもなれるよ。何にでもなれる。夢を諦めて夢を否定する人間になるのか、夢を追いかけて夢を叶えて夢を応援する人間になるのか、選ぶのは自分だよ。自分で腹くくってどういう人間になるのか決めな。人と接するのが嫌だったらなんでここに来たのよ。素直になりなよ。そんな人間いないよ。だったらヒマラヤかどっかにこもって死ねばいいよ。だろ？何しにここに来たの？そんな人間いないよ。人と接することが嫌だって。みんな寂しいんだよ。俺も寂しいんだ。できないって言ったらもう終わりね。その時点で終わり。諦めたらそこで終わり。区切ることも大事だと思うよ。ただ3年本気でやるべきだと思うけどね。腹くくって、腹くくって3年トライするべきだと思うよ。で、3年で見えてくるもんがあると思う。3年何か人生かけてやるんだ。それが青春でしょ。失敗したとしてもそれは尊いものだと思うよ。本気でやるんだったらすごくキラキラしたもんだと思うよ。うまくいかなかったとしてもその 次につながることだと思う。次につながることだと思う。俺は何さっき言っただろ、お前が言うのっていう。つながったでしょ。お前が言うのって、こうっていう日本人のラッパー、あのくんにした人、くんにした人なんかモデルかなんかくんにして炎上したやつ、こうさん、イケメンのラッパーだ。ネットだと煩わしさはないかもしれないけど、俺はネットで何か感動したことはないよ、ネットでぬくもりとかを感じたことはないね、なんかフェイクだよ。なんか AV でオナニーしてもなんか寂しいだけでしょ。それと一緒。やっぱリアルに見て会って絆が深まったりとかヒリヒリしたりとか、そういうのがいいと思うよ俺は。そういう方が面白いと思う。だからなんだろう、俺は可愛い AV 女優でオナニーするよりもブスとセックスした方がよっぽど価値があると思ってる。あ、そうなんだ。別に困んないよ。周りがやってるんだったら俺やらないもん。誰もやってないことが俺ができると思ってるから俺はやってるだけだよ。はい、初見さんいらっしゃい。俺にできることがあるから俺はカメラやってんの。周り、だってカメラで見たいもん見れるんだったら買ってみた方が楽だもん。
でもないんだもん、俺が見たい写真が、俺が見たいフィルムが。だから作るんだよ。誰もやってないから、誰かがやってんなら楽じゃん。誰もそんなことやんないよ。日本に今いい映画がないから俺が作ってやるんだよ。いいね、ありがとう。相手もありがとう。サンキュー。「俺は俺」いいね、ありがとう。寿命がもうあんまりないから特にやりたいこともない。だからやりたいことない、やりたいことないっつっても、やりたいことないならないでいいじゃん。やりたいことないならないでいいじゃん。自由だよ、自由。まさきさんの小川さんは N 国党の立花さんの YouTube で昨日顔出ししてでしたよ、当選してほしい。ああ、知ってる知ってる。もう半年前から立花さんから相談ね、話は来てて、で NHK から出るのか自分の党立ち上げて出るのかって言って、で本当はこの前の、松戸に出る予定だったんだよ。だけど立花さんとその話の折り合い、要は2人出すって言ってて、で小川さんは1人で出たいって言ってて、でそれがあったの。船橋市議会から出るんでしょ、うん、だから小川さん当選してほしいよね、うん。ウェブカメラ？これ iPhone だよ。うん。うん。ペペリーナさんいらっしゃい。こんばんは。こんにちはか。和道です。よろしく。夕方からだね、現場入るのは。夕方から。小川さん議員に立候補っつうか、船橋市議会だね。あれだよ、立花さんのところ。だから、みどりさんと同じところ。おはよう、うん。決めるのは自分だよ。決めるのは。誰かに答え仰いだらダメだよ。自分で決めるんだよ。自分の人生だから。やりたいようにしな。自由だから。フォロー大歓迎だよ。うん。経済のことを庶民が考えてどうすんだよ。お前総理大臣か、モス。モスがやりたいことやればいいんだよ。気にすんなよ。お前国背負ってねえから。世界背負ってねえから。経済が経済があって、お前経済回してるわけじゃねえんだから。やりたいこと自由にやれいいんだよ。お前が一人であがいたところで何の経済効果もねえよ。そんなビル・ゲイツになってから言えよ。な？はいはい、また来て。
何もやらなかったやつは何も手に入らんぞ。腹くくって気合い入れていきな。勝手に誰かが何とかしてくれると思ったら大間違いで、誰も助けてくんねえよ。助けてくれるのは頑張ってるやつだけだよ。ありがとう。アイテムありがとう。働かない自由あるよ。あるよ、あるよ。映画撮るんだもんな、つうか、撮ってるからな、もう。見る？最新作。途中までだけど。マジでソニーの一眼くれんの？サブさん。超嬉しいんだけど。今の作品こんな感じ。ちょっと待ってね。今日俺は早めに入るね。現場リハから入る。これが俺の作品ね、途中までだけど。ここまで作ってるね。今勉強しながらここまで作った。で、プロの人が教えながら、教えてもらいながら作ってんのがこれかな。これがプロの人が作ってんの。和道フィルムって入ってるでしょ。和道フィルム。ザ・ワドフィルムスってかっこいいでしょ。これがプロの人の作品。一個一個技術を教えてもらってるね。同じ音楽でも表現が全然違うでしょ。ねえ、全然違うよね、時間の使い方がね。これテストのテストだから3段階前のテストだね。
これはだからプロの人だよ。この人はもう一本ギャラ1000万とかのクリエイターで、これはその本域で作ってるわけじゃなくて、俺に教える、その3つの技術を教えるために作ったの。要はスローモーションっぽい動きがあるでしょ、緩急のつけ方を教えるっていうのと、ジンバル撮影って言って、ジンバルっていう機材の使い方で、次回のやつはモデルの女の子、売り出し中の卵みたいな女の子を今度撮影するとかで、次は照明、3点照明っていうのを使い方で、最終的なゴールっていうのは今この3段階前のテスト映像なんだけど、これはあくまで技術を俺に教えてくれるための映像で、で3分のプロモーションビデオを作ろうってなってんの、和道フィルムズの。で、なんつうの、それをリスナーさんに YouTube で公開して、出資者を募るっていう感じ。じゃあ、お前、そもそも何しに見に来てんだよ、モッス。素人に公開せず、プロ限定の映像でいいと、お前見に来んなよ、じゃあ。ただで見に来て文句言ってんのお前ぐらいだろ。みんな楽しみにしてくれてんだよ、みんな応援してくれてんだよ、ひがむんじゃねえよ。何しにお前来たんだよ。あ、延長するんでアイテムお願いします。はい、猫の前おはよう、よろしく。楽しみにしてくれてる人のために見せてんだから。やりたいことあるよ、まさきさん。おはよう、金魚姫。プロの技術わかるだろ、どう見たって。わかんねえのはおめえの目が腐ってるからだよ、モス。普通の人はみんな気づいてるよ。あ、プロの映像やっぱ違うねって、みんなわかってるよ。お前だけだよ、わかってねえの。ふなっしーありがとう、日本人ありがとう、アイテムありがとう。みんな見たらわかるだろうがよ、作りが違うって。お前だけだよ、わかんねえの。お前、目利きができねえくせに目利きのふりしてんじゃねえよ、お前。粋な人間と粋がってる人間別だかんな。はい、アイテムありがとう。お前みたいなやつのこと粋がってるって言うんだよ。粋な人間になれよ、そろそろ。猫の目風船ありがとう。だんだん着々とね、一歩ずつ一歩ずつ。おい、久しぶり、デミ。一歩ずつ一歩ずつ。いっちゃん死んだ。日本人 KP ありがとう。いっちゃん死んだよ。俺に花火投げてあの後死にやがった。寂しいよな。死んだ。リスナーさんから聞いた。亡くなったって。うん、そうじゃん。毎日毎日来てたんだから。うん、だって、いっちゃん見ないでしょ。で、近いリスナーさんから聞いたよ。亡くなったって。報告来たよ。付箋ありがとう。俺は誰の人生も否定しないよ。俺は誰の人生も否定しない。ただやりたいことやろうぜっていう、だからそれだけだよ。投げかけてるだけ。別にそれでやらないのもその人の次第だと思ってるから、自業自得よ、自業自得。いやー、もう今年は亡くなる人が多いし、大病が多い。リスナーさんにカオスもそうだし、みんなね、なんだろうね、今年は亡くなったね。まあ年だったからな、ちょっと寂しいよな。いっちゃんもろはこさんもいなくなって、まあまあ忘れないでいれば大丈夫だよ。
いっちゃんは星に帰ったんだ。宇宙の星屑に帰ったんだ。ロコさん死んだ死んだ。ロコさん死んだよ。去年だね。寂しいよな。まあまあ俺らも死ぬからさ。死んだら会いに行こう。しばらくお別れだよ。いや多いねちょっとね。いや俺カオスも死んだと思ってたから。カオスは生き返ったな。カオスは俺マジで死んだと思ったもん。汚え夜空だな。空見上げたらロハコさんとイッちゃんとかもクソ汚え夜空だな。やだね。ジジイばっかりよ。まあ生き様だと思うよ。本当吉田松陰なんか29で死んでんだろ。29だぜ、うん、ねえ。それで未だに語り継がれてんだから年齢じゃないでしょ。長く生きたって何にもなってねえやつだっていいんだし。生き様だよ生き様だから。毎日毎日一生懸命表現して、そうそう、人間が一番の作品だからね。だからどういう風に立ち振る舞うかでしょ。どういう風にこう自分を表現するかでしょ。毎日を自分らしく生きてるか。だからまあ死んで後悔するぐらいだったら今日ちゃんと生きた方がいいよね。がむしゃらに生きてるやつはかっこいいよ。人間一人がさ好き勝手生きたって世界は勝手に回ってくから大丈夫だよ。世界の都合なんか気にしなくていいの。世界は助けてくんないよ。バカありがとう。じゃあカラオケ歌うま選手権の練習枠やろうかな。ちょっと次はカラオケ枠やるわ。歌の練習しないといけないから。みんな雑談聞いてくれてありがとう。もしよかったらフォローしてください。次枠は歌枠です。お疲れ様です。おつおつ。